雲が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒めば、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に金の塔が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すには、そのくらいの荒療治が必要だってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。東洋のおやっさんは堅固支持庫を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前に剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ？きっと剣で人を切るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは金の塔の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければ上手くならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしてる。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁はなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思ってる。兄弟、お前も持っておいてくれ。金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。高知城で東洋の親さんと今後の話をすることになってんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なに、高知城まで行けば親さんの謹慎が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。
俺に何か用か。坂本龍馬っちゅうがおまんか。お前は土佐勤王党岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武志先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭を言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたら伊蔵、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんですよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。おい、伊蔵とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が斬りたくて勤王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った勤王党はそういう組織じゃねえ。党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ、一年前より確実に強くなってるな、お前。ったく、どうなってんだあの連中は。勤王党の名が泣くぜ。あれが土佐合衆の現実なんだよ。現実？合衆という身分が理由でろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって勤王党は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を勤王党に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだろうな。未来か。さ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も勤王党もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。アンペーター、どうした龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ合衆はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。